立山駅停車中の14,720系、富山地方鉄道14,720系電車は、1962年に登場した、富山地方鉄道の電車。1962年にもは14,721もは14,722の2両が、日本車両製造で製造された。1万20型と、ほぼ同系で、1万20型は、 mm ユニット車であるのに対し、本形式は、単独走行可能な 1m 方式である点と、主電動機の出力が高くなっている点が主な、相違点である。製造当初は、模波14,721、サハ22、四千14,722の3両、編成であったが、1969年に、サハ222枠百1 7 0百1 7 2に、改造され、 もは14,721区派171、もは14,722区派172、17という2両編成2本の陣用となった。もは1万20型とほぼ同じ、全長18メートルの2、扉車である。側面のデザインは、日本車両が、同時期に製造した、名鉄5,500系電車や長野電鉄2000、系電車と似通っている。前面は2枚窓で、 全照灯は、窓状の中央と両端に3灯が配されている。図色は登場当初、下半分が濃い橙、々、上半分が薄い橙々であったが、その後白地に、窓周りが薄い灰色で、倉庫に赤の帯を入れる塗装になった。主電動機は、東洋電気製造製の定格出力 110kW、端子電圧 750V の TDK803。 A を1両につき4個搭載しており、1万20、系の 75kW に比べ出力アップが図られている。台車は、日車製の空気バネ台車、ナマイナス307を装備している。車内の客席は、扉間にクロスシート、車端部にロングシートを配した、セミクロスシートである。1969年5月に、富山県で行われた、全国植樹祭では、 三両編成でお召し列車として運用された。その際には、二百222の車内の椅子を一部取り外し、ソファとテーブルを設置した。列車の前後には、日照機が取り付けられた。2011年12月に全国公開された映画、レールウェイズ愛を伝えられない大人たちへでは、主人公、滝島徹が車掌として、吉原ンが 運転手として乗務したという設定になっていた。四千14,721は1986年、四千14,722は1987年に、冷房化が行われ、合わせて、ヘッドライト二等化、車体す部の直線化、貫通路の強幅化、手ブレーキ装置の撤去などの改造も行われた。その後はン画改造も行われている。 もは14,721は、さらにその5畳半分が黄色、下半分が緑の新塗装とされている。14,721編成は2012年に火災による焼損で廃車となり、14,722編成も2019年12月21日をもって引退した。引退に際し、鉄道線全線を走破する特別イベントが実施された。 その後、翌2020年1月に解体のため1万20型と共に搬出された。2012年1月4日、午前、立山駅に停車していたの1万4721編成のうち、先頭車両である、もは1万4721の遊火下,下から火が出て、同車両が全焼する事故が発生した。乗客、乗員6名に怪我はなかった。 積雪による抵抗で、主電動機に高負荷がかかり、それによって、主抵抗機が高温となったのが原因とされている。14,721編成は、2013年9月18日に、上市駅に移送され、そこから、不識の車両解体工場へ、トレーラーで移送され解体された。ありがとうございます。